どうしたこんなところで。ごめんなさいエツよ、ごめんなさい。一体何が。罠だったの、守りを弱めるための。君が行くとすぐに攻撃が再開され、チェックオールスにリンゴ。何、クソ、どこにいる。追ったのですが、残念ながら奴は山中へ逃げ。逃がすか。組合員に告ぐ、先日全司祭が公的資金の不正利用で刑に。その計画でご奉仕中。アクセサリーもいろいろとございますよ。まずはご覧になってください。登ってはいかん。また外国人かよ。そのマント、あいつの顔は見たお。あんたは間違いをしてるんだ。この哀れな男にどうか落ち火を。姿が見えない。このマント、近くで見てる。あの男なら分かるはずだった。クソ、奪い返されたか。どうして命をかけた、こんなもののために。持ち続けるのは大変だぞ。なぜ誰もが欲しがる宝だ。ああ大変だろうな。欲望から価値あるものが生まれることはない。ここに眠れ、安らかに。エッジよ、よかった、目が覚めて。大丈夫？一体何が。わからない。巡視の兵が運よく見つけましたな。横にチェッコの遺体があったとか。ああ思い出した。いや、もう一人いた。そいつがリンゴを。誰？黒いローブを着た修道士みたいな。それに確か指が一本なかった。クソ、
カテリーナ、今すぐに追いかけないと。ええ、そうね。これを持っていくといいですわ。マキャベリが言っていた地図か。君の主人の。元主人ですわ、エツヨ。あの男は言っていました。写本の位置は全て分かったと。これもなければ宝物庫は決して見つからない。それと近くの修道院に住む修道士たちが黒いローブを着ていたわ。まずはそこへ。さあ早くその修道士を見つけないと。カテリーナ、君とこうしていたいんだが。私も同じです。おかしな人。何をやむにやまれずってやつか。やっ、あそこだ、つかめろ。神の祝福を。どうも、助けてほしいんだが。で、ご用は。指が一本ない黒衣の修道士を探している。それは手の指ですか、足ではなく。そうだ。左腕がないものならいますが、欠けているのは指だけで。ああ、ないのは手の指だ。そうだ、指が一本ない黒衣の修道士なら見たことがある。思い出した、修道院での晩餐会で見たんだった。そこなら知っている。行ってみよう。ありがとう。お気をつけて。そうするさ。何をしてるの？
んだ。役人がなんだ。ちょっと失礼。伺いたいことが。この魔物め、それ。どうした？ブラザーステファノを殺しておいて、みんな血に飢えた魔物が戻ってきたぞ。殺さないで。逃げよう。今すぐも。見逃してくれ。関係なんだ。神よ、逃げろ。まだ死にたくない。俺が殺すのは人殺しだけだ。ステファノ・ダ・バニョーネのようなあんたを殺したりはしない。どうか話を聞いてくれ。指の欠けた黒衣の修道士を探しているんだ。指の欠けただと？というとサボナローラのような。サボナローラ、何者だ？いるのか？いや、以前はいたのだが今は。今は山中で隠遁生活を送ってみてはどうかと勧めたのだ。残念ながら隠遁生活はやめにしたようだな。行き先に心当たりは？それならフィレンツェのサンタマリア・デル・カルミーネか。彼が学んだ場所だ。戻るとしたらあそこだろう。すまない。神のご加護。ジローラもサボナローラ、フェラーラ出身のドミニコ会修道士で仕事熱心な男だ。彼は堕落した世の中を許せなかった。貧富の差は激しく、罪の許しも金次第の時代だな。それでおかしくなった。自分を神の道具と称し、フィレンツェで説教を開始し、人々は熱狂した。彼は私有財産も進歩も否定した。エデンに帰れ、知識は敵だが合言葉になった。エデンの果実の力で彼は前進した。本も絵画も楽器も全て贅沢品として集められ焼き捨てられた。彼の力が増すにつれてフィレンツェは暗い時代へと突入していったようだ。ほら、デズモンド、メモリーは治っているはずだから、早く試してみて。